昨年10月に3ドアハッチバックとしてデビューした三菱のニューミラージュに、この度4ドアセダンが追加された。このミラージュセダン、ハッチバックのデザインで感じられたアンバランスな側面が巧みに抑え込まれており、とても好ましい個性的なスタイルになっている。セダンのメカニズムはホイールベースが70ミリ延長された以外基本的にハッチバックと変わらないが、エンジンバリエーションに 1.8 リッターディーゼルが加わったのと、このフルタイム 4WD 仕様サイボーグが加わったのが新しいところだ。サイボーグの駆動配置はギャラン VR4 と基本的に同じ。リアデフにはオプションでビスカスカップリングかリミテッドスリップデフのいずれかを装備できる。そして短めのシフトレバー、3スポークステアリング、見やすい2連メーターなどを持つ室内は十分に広く、特に独特な C ピラーデザインによりリアのヘッドルームには余裕がある。またサイボーグにはレカロ風バケットシートも用意される。エンジンはあのハッチバックサイボーグで壮絶と言われた 1.6 リッターツインカム16バルブインタークーラー付きターボで、最高出力は145馬力、最大トルク21キロ。ちなみに CG テストデータによれば04 15.6 秒、最高速度は 199.4 キロを記録している。